方が薬局マジで No Doubt。 おいさー、大岡チャンネルへようこそ。おいポップです。ニュンニュンです。はい、どうした？正直うん、どうしたわし悩んどんじゃ。なんか振られた言うんじゃないの。実は僕あのスタッフから薄いよって言われるんですよ。薄い存在感が、まあ、それもあるし、まあ、それもともとキャラ薄いからそんなことないよね。いやそういうのあるけども、一番は前髪が薄くなってきてるんですよね。てれバディアウト。いや、あの、いや、ここはセットでごまかしてるんですけど、本当に薄くなってて、最近気にするようになって、今回髪の毛切った時に、あの、この前頭、あの前の部分だけすかないでくださいって、そうなんですか、ハゲですかって思ったら、ハゲてますわからんでしょ、でも言われるんですよ、わからんよって。でも寄ってもらうとスカスカスカってんですよ、若干。早めに対策しないと。はい、そんなワディにください。おすすめの商品がこちら。じゃん、初モール薬用スカルプシャンプーです。イエイ。まあまさに私の使用企画になります。すいません。ワディが単純にね。髪の毛が欲しい。切実。うん。本当。こちらですね、おすすめです。悪い大丈夫、まだ大丈夫、諦めないで、ね、薄毛とか抜け毛の原因が頭皮の過剰な皮脂とかだったり汚れですね。あとはフケとかかゆみが原因で、かゆなるんじゃ、わしよくフケは出らんけどな、かゆなっとんじゃ、こちらのシャンプーはそういったフケとかかゆみを防いでくれて、こう過剰に出た皮脂もきれいに洗ってくれるので、これからですね、進行しないために今の、ね、ワディの髪を守ってくれる、私の家族を守ってくれるんかみんな、ま、守ってくれるんですこちらの髪、ね、わしの子守ってくれます。こちらのシャンプー買います。二度洗いがおすすめです。どこに二度洗いって？一度ですね、髪を十分に濡らしてちょっとの取っていただいて適量を、で優しく頭皮をマッサージするように洗っていただいて、その後流してそれをもう一回。手順はいらんかったけどな手順いらんかった、いらんか、優しく説明したの、ありがとう、守るためにね。実際に、ね、値段っておいくらぐらいなんですか？こちらですね、税込みで1980円となっております。あ、まあじゃあ普通にお手頃じゃないですか。そうですね、たくさんでも今種類あるじゃないですか。あそこら辺何が違うんですか？実際成分自体は本当に同じようにいいものを使ってます、はい、たくさん入ってます。バイヤーおすすめで、あ、バイヤー買い付けてきた商品なんですね、はい、へー、おすすめの商品なので、しっかり効果はあると思います。成分もすごいいいの入ってますもんね、漢方もたくさん入ってるし、はい、ミネラルもすごいちゃんと入ってるし、はい、物は良さそうですね。ちゃんと有効成分も入ってますね、実際僕あのです、あのあれなんですよ、ちょっとその薄毛で本当に気になってて勉強、まあ、元々その成分も分かってたのもあったんで軽くちょっと調べてたこともあって、髪の毛ってね、本当悩んでるな俺が一番知りたかったのはその髪の毛の成分が 何が構成しているかっていうのを調べただけなんで、内容とかはもう基本的にまあやっぱ薬剤師やってるんだけど内容は把握してます。おお、薬剤師みたい。裸でも薬剤師だわまあウィキペディアで調べましたけどね調べたいやいや、そうそう、本当にこれ普通に調べて勉強してきたかな、まあそんな感じで。でもこれちょっと使ってみようと思うんで、皆さん俺の髪の毛、はい、ここら辺までこう眉毛まで全部髪の毛になったら要注目、その時は、はい、楽しみにしててください。はい、はい、じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。はい、あとツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお願いします。それではバイバーイ。ファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうが、ハーテンクロスがスローガン、
大賀薬局マジでノーダウン。